ちは、ここ何度かですね元巻きアイロンを動画作ってみましたけれども、まあ、今日もですね元巻きアイロンでやるんですけど、これはですねちょっと短いスタイルなんですが、トップが今ですね、4センチですね。そしてフロントの方は5センチ、クラウンもちょっと5センチ弱ぐらいですね。この角も5センチぐらいにあると思います。それをですね元巻きアイロンの6ミリを使って全体に巻いてもいいんですけれども、今日はバックスタイルにしますので、トップの一番高いところですね、まあ、このウィッグ結構後ろに流れやすい癖があるんですけど、まあ、普通でしたらこの高いところっていうのは、まあ、一番立ちやすいところですよね、バックにする場合に。そこをですね4ミリで巻いてみます。元巻きの4ミリですね。でここだけ4ミリで、そして周りフロントとかこう角とかクラウンは6ミリですね。で刈り上げてますけど、下の方はですね巻いてる時に6ミリで巻いても良さそうであれば6ミリのままで、4ミリに変えた方が良さそうであれば4ミリに変えるっていう感じで巻きながら決めてみたいと思います。あまりここだけを、トップの一番中心だけを細いアイロンでっていうのはそんなにないかとは思うんですけど、ピシッとするスタイルを作るとき、バックスタイルですね、ピシッとしたスタイルを作るようなときにはここのところは細いので、まあ、長さが短いですから細いので巻くっていうのも一つだと思います。今日はそれをやってみたいと思います。じゃあこれからですね、今から薬をつけて流してから描きます。薬はですねアルカリの治療にですね少し GMT を1割ほど混ぜて時間を置いて、その後アイロン操作に入ります。それではまずトップの中心のですね高いところ、原型の高いところの4ミリで巻く部分を、それ以外のところをですねダッカールで留めて、まあロット幅分ぐらいですね、あの横幅はですね大体前後に5、6センチぐらいなんですけど、ここを元巻きの4ミリで巻きます。まあ、4ミリで巻かなくても6ミリでスライスを薄くしたり、ちょっと時間を置いたりとかで調節はできるんですけど、まあ、いろんなやり方ありますけど、今回はアイロンを変えるという方法ですね。もちろん6ミリでスライス薄くするのと4ミリで巻くのとでは、まあ、かかりは全然違いますので、4ミリで巻けばそれなりの効果は当然あります。まあ、このアイロンは結構滑りがいいアイロンですので、こうして4ミリでもまあまあそんなに引っかからないでスムーズに巻くことができます。ただこの部分っていうのは人によって本当にすごく原型がすごく出ていたりとか、とか毛流がですねすごく前に向く癖が強かったりとか、まあ、様々ですので、巻き質にもそうですけれども、まあ、原型が出てるとバックの場合にはこう当然短くなってきます。そうするとどのぐらいの強さで、巻けばいいのか、同じ4ミリでもですね、でしかもですねその根元をどのぐらい置くのか、そしてその回転をまあ時間をかけるのかゆっくりなのか、巻き終わった後そこで時間を止めるのかというような調節ですね。もう少しですね、ちょっと小さい方の上からのカメラ暗くてちょっと見えにくいかも分かりませんけど、これで4ミリ終わりまして、今度は6ミリですね。まあ、中心を4ミリで巻いてあるとその周辺ですね6ミリちょっと巻きにくいんですけど、まあちょっとその綺麗に巻きを収めるというよりもその隙間巻いてないところをこう見
つけて巻いていくような感じなんですけど、まずはフロントからですね。フロントはもうウィッグもそうですけど、人間でもそうですけど、まあ、結構毛流があるんですよね。バック方向にどかそうと思っても、まあ、片方が前に下がったりとかですね、いろいろありますので、その毛流見ながらですね、で根元を、まあ、根元をかけるときって、まあ、根元を矯正するということなんですけど、それはバック方向に対して毛流、右に向いたり左に向いたりしている毛流をですね、まずは後ろに向けるということ、そして角度もありますね。あの毛を寝かす角度というかですね、しっかり寝かすのか、まあ、ちょっと直上気味に根元を決めて巻き込むのかっていうことですよね。でフロントは、まあ、6mm で巻いてますので 4mm とは違いますので、まあボリューム出る、それなりにボリュームは出ますけど、まあフロントっていうのは形をつけていく、大きなところですので、例えばボリュームを出すならボリュームを出す、横に、こう流すなら流す、また、少し垂らすような感じ、まあ、中心を垂らすような感じ、まあ、この今回の場合はもう短いですから、そんなにこうパラッと垂らすっていうスタイルではないんですけれども、まあ、フロントはお客様によって こだわっている部分でもありますので、まあ、それを作っていくと、形作っていくという意識でですね、ちょっと癖でですね、アイロンかける前になんか毛を抑えてしまうんですけど、まあ、ちょっと毛を方向づけるというかですね、まあ、あんまりやらない方がいいっていうかですね、やっててなんですけど、できればこう1回の癖でつけるのがまあ一番効果的だとは思うんですよね。このアイロンは元巻きにしてはですね、非常に本当に滑りがいいんですけど、ただ今はもう、製造してないというか販売してないものなんですね。まあ、これ、さっき使ったのが 4mm、そして、今使っているのが 6mm で、もっと細いのは 2mm っていうのがありますね。 2mm だともう本当に短いニグロみたいなのができるんですけど、やっぱ先巻きでやるニグロと元巻きでやるニグロって、まあ、感じ違うんですね。やっぱり、まあ、先巻きでもいろんなやり方ありますけど、どっちかっていうと先巻きのニグロはちょっとカリッとしたような感じで、元巻きのニグロは少しこうカールが出るような感じですね。でも 2mm の元巻きって他のメーカーではどうなんでしょうかね、ありますかね、多分あまり細い元巻きってないような気がするんです。ちょっとそれは確認していませんけども、まあ、元巻き自体がそんなに、まあ、今全体からしたら需要は少ないと思うんですね。やっぱり先巻きが主流だと思います。先巻き主流だと思いますけど、やはりそんなにアイロンってやっぱり安いものじゃないので、こう全部揃えるっていうのは大変ですけど、まあそこのお店の特徴として、元巻きっていうのをメニューに入れても、まあ、いい特徴が出ていいんじゃないかなっていうふうに思います。
とですね、4ミリで巻いたところと6ミリで巻いたところのちょっと1箇所ツンとこう立ってるところありますけど、これも後で巻かないといけないですけど、これもう当然残ってたらダメですよね。そこはもう必ず立ちますから。今日はちょっと時間もゆっくりやってますけど、毛量とか毛質にもよりけりなんですけど、あまり毛が多い場合にはですね、すいた方が早いですね。かかりもいいですし早いですね。で、まあすくと普通アイロンの場合には毛先がちょっと強く当たりすぎちゃう。今ここですね、さっきの巻き残しのところですね、毛先が強く当たりすぎちゃうことが多いんですけど、意外に元巻きっていうのはですね、すいてあっても結構調節ができるんですね。毛先にあんまり負担かからないようにするんであれば、巻き終わった後もすぐに時間を置かないというかですね、もともと元巻きっていうのは元から巻いていきますので、先がアイロンに、回転していけばアイロンに熱は当たってるんですけど、完全に巻き込まれるのはちょっと元とは時間差があるんですね。まあ、そういう意味で先を守りながら先に負担かけないでかけるっていうのが元巻きの特徴でもあると思います。ちょっと左が見にくくなってしまいましたけれども、時々こんな感じでですね、巻き込めないなっていうような時って元巻きってあるんですよね。まあ、あんまりこうちょっと巻けなくなっちゃって、こう止まっちゃった時には一回抜いて、そこ、かけ直し巻き直した方がいい場合もあります。あんまり無理するとですね、毛を引っ張っちゃうのもそうですし、巻き切らないでちょっとこういっちゃうとですね、やっぱり毛先が傷んだりしますので、まあ、無理をしないということですね。まあ、今日はまあレンガ巻きのような感じでこう横に進んでいってますので、配列的にはですね、その綺麗に配列しているわけではありませんけど、一箇所一箇所をですね、まあ、配列はあまりちょっと考えないで、一箇所一箇所を決めていくという感じですね。その状況に合わせてですね。この辺りはまだ人間でしたら毛花がありますね。毛花のところはどのぐらい立つのか、どんな毛流がどうなってるのかってことは当然考えないといけないですけど、毛花すぎるとですね、バックはそんなに立たなくなりますので、まあ、同じようにかける必要はないですね。立つ毛と寝てる毛っていうのを同じようにかけると強さが変わってしまいます。立つ毛の方が緩くなって、寝てるところは逆にカールが出すぎてしまいますの で、その時にどこを緩めたらいいのかってことですね。やっぱりバックのそのもうすでに寝てるようなところは、まあ、元もそんなにこう強くかける必要ないですし、まあ、毛先のカールの感じっていうのは、まあ、バックもトップも同じようなカールがあった方がいいと思いますけど、ただ刈り上げに近くなってきたところはもうストレートっぽい感じで刈り上げに馴染んで、かけてない部分に馴染んでいくっ
っていうのがいいとは思います。こんなに横に移動しながらやらなくても、まあ、バックはバックで下まで巻いちゃって、サイドはサイドで左右下まで巻く方が、まあ、動かなくてもいいかもわかんないですけど、まあ、今日はちょっと隙間を見ながらですね、ちょっと体を動かしながら巻いてはいます。でバックスタイルとは言ってももう周り刈り上げてますから、まあ、トップの方はもちろんバックに巻くんですけど、その下の方はですね、サイドのこの刈り上げにつながるようなところとかはですね、あんまり後ろにかけようとするとちょっと無理があるので、もう下にですね、下に収めるのが一番いいと思います。で溶かす時にバック調にするんでしたら、ちょっと後ろになびかせるということですね。まあ刈り上げてあるところのその上の毛っていうのは、よっぽどツーブロックにでもしない限り長さがないですから、それをあまり後ろに引っ張ろうとするとですね、毛が足りなくなっちゃうっていうのもありますよね。だからカットに合った流す方向ですよね。この辺りからですね、まあ、ここはちょっとまだ、まあ、斜めスライスには取ってますけど、まあ、一応後ろ方向にですね、まあ、ここ下に巻いちゃうとちょっとスタイルじゃなく、バックホールスタイルとじゃなくなってしまいますので、まあ、スライス斜めですけど後ろに巻いて、まあ、その下の辺りからですね、あんまり後ろに巻きすぎないようにですね、この辺り、もうここからこの辺からちょっとこう水平ではないですけど、水平に近い状態に、まあ、結構上まで刈り上げてますので、ここを後ろに巻こうとするとちょっと無理があります。アイロンの先と元の方の毛の長さがちょっと違いますので、上の方が長くなりますから、で 6mm、まあ、6mm で巻いていて必要であれば 4mm 使うってさっきも言いましたけれども、もうそれ状況なんですよ。こうやって見て状況で 6mm のまま巻いちゃってもいいなっていうような場合には、6mm の方がいいと思います。 6mm でいいと思います。でそれをまあピシッと押さえるんであれば、まあ、4mm に変えてという、まあ今回はですね、4mm ですね、これ 4mm ですね、 4mm に書いて巻いてますけど、なんかここは先巻きでもそうなんですけど、太いので巻き終わった方が刈り上げにつながるっていうのはあります。押さえることでその刈り上げた上が今度逆に出っ張ってしまうというかですね、
ただピシッとしようと思えばやっぱり細いので巻いた方がいいんですけど、まあ、それは本当にその状況に応じてですね、まあ、普通でしたらまあ6ミリで、ただあんまり6ミリで短い毛を巻こうとするときに上の方の毛とは同じようには巻けないんですけれども、スライスをあまり取りすぎてしまうとですね、ちょっとボコボコアイロンの跡がボコボコ出ちゃいますので、スライスをちょっと薄めにしてですね、で先だけのカールをつけるような意識で巻き込むというよりもですね、巻き込むといっても毛の長さはないですから、そんな感じにするといいと思います。まあ、4ミリで巻くときも、まあ、それは同じなんですけど、とにかく4ミリだからといってあまり巻き込みすぎてしまうとやっぱり刈り上げにつながらなくなります。まあ、ただ刈り上げにつながらないといってもですね、もうカットは先にしてあるわけで、最終的にちょっと刈り上げた一番上が少し出っ張るようであれば、もう仕上げの時にですね、直ばさみで、まあ、上の毛をちょっと櫛で避けといてから直ばさみかけるみたいな、そんな感じで角を取るというの、まあそれは必要に応じて、やった方がいいと思います。まあ、必要なければもちろんいいんですけど、それか刈り上げを後でやるっていうのも一つの方法だと思います。先にカットし全体的にカットしちゃってかけて、でその刈り上げる下のところだけを刈り上げる、まあ、そうすれば、まあ、その出っ張りとかっていうのも、まあ、一緒に取れてしまいますので、これが巻き上がりの状態ですね。全体に巻いてます。こんな感じですね。これに液をつけて、流して、まだ今はですね、これ濡れてます。軽くタオルで拭いただけですので、かなり水分がある状態です。アイロンですから乾くと形つくんですけども、今この濡れている状態で、このぐらいカール出てるんですよね。これやっぱり元巻きの特徴だと思います。これだけのカールが短い毛でですね、ゴールドパーマでもないのに出るっていうことはですね、で今これを乾かします。ちょっとタオルドライもちょっと緩めのタオルドライですので、結構これ水分が今まだありますね。まあ、よくタオルで拭けばそんなにドライかけなくてもいいとは思うんですけど、アイロンですからやっぱり乾くとカールがよりしっかり出てきます。ただ濡れてる時のカールと乾いてる時のカールってやっぱカールの質が違うというかですね、タオルドライぐらいで、カール出てる場合にはタオルドライぐらいで整髪料つけてもいいと思うんですよね。まあどのぐらいの強さにするかですね。で今日は、まあ、これ完全に乾かしてるわけじゃないですけど、この上でですね、オイル、今日オイルつけます。まあ、何つけるかによっても本当に雰囲気違っちゃうんですけど、まあ、ジェルだったり、まあ、こういうオイル、ヘアクリームだったりワックスだったり、ただハードワックスとか、まあ、ジェルでもこうハードな固まるジェルとかは、まあ、このぐらいかかってれば必要ないですよね。もう寝るのは寝るし、カットした通りにシルエットも出ますので、まあ、あとツヤを出すような感じでオイルだとか、まあちょっとウェットジェルとかをつけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。
まあ、普段の手入れとしてはもう何もしなくてもここまでしなくてもいいんですけど、ということで元巻き針2以上です。